に近い、子供に地図を描かせるんですけども、あの年中児ぐらいですと地図にならない、こう地図になるんですね。道を描いてごらん、まあ、最初にあの指導するときはまずあなたのお家を描いてごらんってこうやるわけです。で道はどうなってますかって言って道をこう描かせるんですが、まあ、こういう、まあ、こういう道にならないような道を描くわけですね。それがちょっとした指導でですね、あの年長児になりますと、あの割とこう地図らしい地図をこう描くようになります。あのこれやっぱりこうちょっと指導が必要なんですけども、そう、このなぜこれが必要かと言いますと、自分の家をいわゆるその空から見た客観的な位置といいますかね、あのをその把握するのに必要なわけです。で例えばこういう質問するんですね。あの例えば同じ方向にある、薬屋さんと、ポストはどっちが遠いですか、あるいはどちらが近いですかって聞くんですね。まあ、それがまあ年中児ぐらいですとそれはまあできるわけです。で今度は年長児ぐらいになりましたら違う方向にある、例えばあのあっちにあるポストとこっちにあるバス停はどっちが遠いですか、あるいはどっちが近いですかってことを聞いてみられていいですね。そうすると頭の中にこう子供の頭の中に空間づけができてきますから、空間的な、まあ、認識能力って言いますかね、弁別能力ができてきますから、それによってこの子供は遠近を判断するようになるわけです。でこの地図、これがあのできるようになりますと、なぜいいかというとですね、結局こう自己中心的な世界から一歩退いて、その自分の位置をそのこの周りの様子から知る、客観的に自分をその認識していくと同時に、その他者のこの位置といいますかね、他人のこの心になってものか、まあ、あの自己認識能力そのものが育つのは小学校3年生以降であるですけども、そのまあ何て言いますか、あの芽生えみたいなものをこうちょっとこう植え付けるという意味においても、あの有用じゃないのかなと思います。まあ、地図という勉強もあの大切だと思います。